地雷を踏まない恋の歩き方。地雷を踏まない、どういうこと？地雷女ってご存知ですか？言葉はさ聞くよ、説明できる？地雷女なんかだから歩くときにこのドガーンドガーンドガーンって人でしょ？違います。一回な、一回演技したから。役者スイッチの後下手になるやん。どういう女の人のことをイメージしますか？一回エッチしてもうたらもう後々ややこしになるっていう子をなんか地雷女って言うてるイメージがあります。俺らは一見すると普通の女の子なのに、うん、気づかずに踏むと男子が大怪我をしてしまうような、でもそうか、これ知りたいわ。ちょっとどんな子か、はい、うん、そこでできれば地雷を踏まずに安心して恋ができるように今日は地雷の見分け方を勉強していただきたいと思います。それでは VTR 地雷女に気をつけろ。誰が考えてんのこれ、いつも私です。地雷女、一見すると普通の女の子だが踏み込んでしまうと一気に爆発、必ずと言ってよいほど痛い目に遭ってしまう。そんな地雷女のリアルな実態と見極め方を知るべく街行く女性たちに身の回りの地雷女について聞いてみると、ダボっとしてる感じの服とか着てて、背低くてお兄ちゃんでも意外となんか派手な子よりは異体系の方が。インタビューの結果、地雷女は大きく3つのパターンに分類できた。友達とか周りにいる人で男の人にこの子は気をつけた方がいいよみたいな地雷女でいるかなっていうのを聞いてるんですけど、メンヘラすぎてこじらせまくってるみたいな、ずっと一緒にいたい、常にもう何もかも知ってたいみたいな。だからもうだからあの携帯とかも見せてみたいな、 LINE とかも。それはね、確かにやば。ちなみにその子は不調とか極め濃いとか、もう涙袋ぷっくりで、あーそれ言う、それ言うわ。でそれこそ量産っぽい服。多かった一つ目はこれイメージも強い、俺のイメージ、ピエン系地雷女。ピエン系っていうの？シャツ、ブラウスにスカートみたいな、ピンクとか白とかで、スカート黒、はい、グレーみたいな、で厚底ローファーみたいな。あーこれは多いです、厚底ローファーね。街中いますね。下の ID がなんか小文字でなんかお休みとか部屋とか食べたいとか。なんなんそれ、何それ。下の ID が知り合いにそういう人がいて、へえ。周りとか友達とかに地雷女いないか聞いてるんですけど。私ですね。 YouTube で見られるのはここまでです。アベマならニューヨーク恋愛市場を最初から最後まで存分にお楽しみいただきます。動画の続きはここをクリック。